んた、シドのところから来たやつだな。すまないが、ちょいと手を貸しちゃくれないか。なんだ、行ってみろ。ああ、オリフレンで保護したベアラーたちをこの村まで連れてきたんだが、前の主からよほどひどい目に遭わされたのか、まともに話もできやしない。人を恐れているんだろう。だろうな。だから同じベアラーのあんたならと思ってさ、俺の代わりに彼らの話を聞いてやってほしいんだ。俺でよければ。そうか、助かるよ。必要なものがあったら村の連中を頼ってくれ。できる限りのことはするから。そうさせてもらう。ベアラーたちはそこの椅子で休んでる。それじゃ頼んだぜ。オリフレムから来たらしいな。何かあれば俺に言ってくれ。ここは安全だ。俺たちベアラーが喋っても咎める奴はいない。本当か。じゃあ食べるものをできれば妹の分も。わかった、酒場でもらってこよう。ありがとう。すぐに戻る。あんたたちは体を休めて待ってろ。もうじきブドウの収穫だ。そろそろみんなが畑の仕事。私もワイン飲みたい。何か食べるものをもらえないか。二人分だ。悪いけどよそ者に回すほど余裕がないよ。俺のじゃない。ここで保護されたベアラーたちの分だ。あら、そのブローチ、最近シドのところに入ったってのはあんたかい。なら力になんなきゃね。パンとワインでよけりゃ遠慮なく持っておいき。ブローチ一つで随分な態度の変わりようだな。そりゃそうさ。ここじゃマスターの決めたことが全てだからね。マスターのお客人なら協力は惜しまない。それがロストウィングの掟さ。さあ、ベアラーたちがお腹を空かせてるんだろ。そこに置いてあるから持って行っておやり。パンとワインか。さっきのベアラーたちに持って行ってやろう。今日もよく働いたぜ。パンとワインをもらってきた。食べるといい。本当にいいのかい。初めてだ。ねえ兄さん、この村は夢のようなところだね。座るなとか食べるなとか誰も言ってこないね。ああ、本当に。次はお前たちだけで行ってこい。もう自由なんだからな。分かった。
ありがとう。パンとワイン、うまかったよ。